はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。まあ、皆さんね、年に1回は年に1回だったり2回だったり、神社に行くことが多いと思います。お寺さんはね、そういうおみくじっていうのは少ないかなと思うんだけど、うん、主に神社に行くときにまあおみくじがあって、オーソドックスなその100円のものがあったりとかしてて、あと子供おみくじであったりとか恋愛もののものだったりとかって、でそれがまあ300円ぐらいするものが多かったりします。皆さん毎回やりますか？で、一日にさ、まあ休みの時にさ、また別、全然違うところの、神社に行ってさ、ね、その、今住んでるところは横浜市なんだけど、横浜市、同じ神奈川県でも、まあ、寒川神社に行ったりだとか、箱根神社に行ったりとかって、まあ、距離はね、ちょっと遠いけど、寒川神社の近辺の神社だったりとか、ね、行くと、その3回、2回、3回、おみくじやります？まあ、ないところはあるよね。まあ、1回だけかな、その最初のおみくじ、最初に行ったおみくじ、あ、神社に行った時に、まあおみくじがあればそれをやろうかなっていう感じかな。たまにね、その社務所がなくて、まあ常時人が、宮司さんかがいないところで、でも簡易的なさ、その自販機みたいなやつがあったりとかするけど、おみくじでね、まあそれもね面白いよね。でもまあ寒川神社もね、去年一回行ったかなーっていう感じかな。まあ何回も行くことはまあないと思うんだけど、まあ何回も行くことはあまりないかなと思う、同じ日にね。まあそのなんだろう、スピリチュアル系に特化したブログとかってあって、でその人の前、おみくじを引く前に、まあ、本殿で手を合わせて、こういう理由でお参りしましたみたいな感じでやったりとかするんだけど、するらしいんだけど、まあ、その時に後でおみくじを引くんで、神様の言葉を教えていただきたい。なんかおみくじってそういう意味らしいんだよね。その信託じゃないけど、神様 の言葉を伝えるみたいな感じの意味合いが多いみたいなんで、おみくじという形で教えていただきたいということで、まあ一番ね、オーソドックスな100円ぐらいのをやって、で大吉とか中吉とかあるけど、結構ね、そういうふうに、まあ願い事っていうか、まあ予告してやってみると、結構そのなんだろう、おみくじに書いてるさ、町人だったり病だったりとか、まあ転職とか、まあ矢移り矢移りっていうか、まあそのね、転居かを見ていると、結構あ当たってるなっていうのもそうだし、まあ転居した、もう決まったっていう時に、あ、こういうことを注意すればいいんだねっていう感じで、その直近のね、結構的に当たってるっていうか、そういうのがあるみたいですね。で、まあ、それとは別にね、その、
今後1年間、今後7年間っていうか、まあ2023年の例えばなんだけど、上半期下半期で注意すべきことを、まあ、教えていただきたいっていうふうに、まあね、お願いをねしてみると、それにすごく当てはまるというか、うん、あ、こういうことに注意すればいいんだねっていう、まあ、さっきのと同じ意味合いになっちゃうけど、うん、っていうのはすごくね、的を得ているっていうか、あ、こういうことに注意すればいいのねっていうのはすごくわかるみたいですね、うん、まあそれでね、信じるか信じないかはあなた次第で、うん、しよう、うん、でもまあ大吉中吉とかはもうあれはもう本当に目安みたいなもんらしいしね、うん、あの大吉ですごくわあ嬉しいわっていう感じになるけど、結構大吉ってその上がないから、もうそれ以上上がりようがない、いい運気は。なのでまあ中吉小吉ぐらいの方が上に上がるね勢いが出るんで、出るんでっていうかいけるんで、まあ嘆くことはないですよみたいな感じでまあまあ言われることもあるだろうしたまにね、今日が出たりとかするけど、もう今日はもう底辺だと、それ以上下がることはないので上に上がるだけだからこれから先ねいいことが起こりますよっていう意味合いのことになる、ことになるっていうか、これから先ね上に上がるしかなくなるからいい運気になりますよっていう意味の今日なので、あの嘆くことはないですよみたいな感じのなんかで聞いたことがあります、うん、確かねまあそれも本当にその人の思い、その時のあの思いというか精神状態、うん、精神状態でまあどう思うかなんだけどね本当に。でもまあ嬉しいよね、大吉になったらね。まあ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 って感じかな。でも何気ないその普通の日にさ、ふとあ、なんか神社に行きたいって思う時があると思うんだけどもしその時に神社が空いてたりとかすれば行った方がもしかしたらいいのかもしれないね、うん、おみくじとかもやれる状況なら、うん、なんかその神社の、まあ、近くの神社でもいいんだけど、なんか神社の神様が自分に対して何か言いたいことがあるのかなって、うん、思います。皆さんどう思いでしょうか。以上です。